かっくんテレビ AKB48 本田ひとみですアプリ「アイドルチャンプ」の投票機能と連動した k p o p のオリジナルチャートをお届けする番組それが「アイドルチャンププレゼンツポップコントップ10フライデー」ということでまずは今週のトップ10をおさらいしましょう第10位はイ・スンユンの「プライシーハングオーバー」 第9位はムンジョンオープの XOX 第8位は JO1 のレディオビジョン第7位はエースのエフォートレスコリアンバージョン第6位はアストロジンジンのウェーブインマイハートフィーチャリングユンフェイ第5位は n i z のハートリス第4位はスーパージュニアリョークで It's OK 第3位はエンティムでウォークライ第2位はストレイキッズのララララ そして1位は BTS ジョングクのスタンディングネクストトゥーユーでした。ジョングクさん3週連続の1位おめでとうございます。さて配信日の今日は12月1日ということで12月になってしまいましたね。もうこの1ヶ月で2023年が終わると考えると本当にあっという間の日々だったなぁなんて思いますが。 そうですねここ最近1週間ぐらいの私はかなり慌ただしい日々だったかなと思いますあの番組出演もいろいろとさせていただきましたが「狼少年」皆さん見ていただけましたでしょうか今回はですねあのロケの企画に参加させていただきましたあのー そうですねルーキーチームとベテランチームに分かれて、ね、それぞれの世代のクイズをこう答え合ったんですけど私たちルーキーチームは韓国料理のナコプセを食べたんですけどもうめちゃめちゃ美味しかったですしあの収録の時にねまさかビールもいただけるなんて思ってなかったのでもうすごく美味しく韓国料理とねお酒いただきましたそしてメッセージも届いております紹介します ラジオネームたっくんさんからです。埼玉県にお住まいの方です。おたっくんですね。多分私わかるな。初めてメールします。ひーちゃん、先週の狼少年見たよ。テレビでビール飲んでいるところ見れるとは思わなかったから嬉しかったよ。 アイズワン映像が出た時似てると言われたのが面白かった撮影の合間のこととか教えてほしいですとメッセージいただきましたたっくんはねそうなんです私認知してるファンの方なんですけど私とストーンズさんのファンなんですよねそう男性の方なんですけどそういつも握手会で「あの狼少年楽しく見てるよ」って言ってくださってるんですけどそうですねあのー、本当にもうその場の流れでビールも飲む くらいもう本当に自由な撮影だったんですけどそうですね何の話したかななんかカメラが回ってない時にあのルーキーチームのみんなであのおジャスちゃんの話をしててでなんかおジャスちゃんは一人でご飯食べるのが苦手みたいなでそういう話をしてたりとかだから「えー今度じゃあ一緒になんかね私とおジャスちゃんご飯行こうよ」みたいな話もしたりとかそうですねしました。 日比アナウンさんもいらっしゃって私あの日比アナンはあの武道館のコンサートにもこう呼ばせていただいて来てくださったんですけどそう、あのー、日比さんもねすごくお酒がお好きなようなのでちょっといつかプライベートで一緒に飲みたいななんて思ってます <laughs>、はい、そして2週連続のラビットもご覧いただきありがとうございましたそうですね今週に関しては私あのいろいろスケジュールが詰まってて あのー、オールで行きましただからすごい元気でした <laughs> ね、あのラビット!」の時いつもは幼稚5時前に起きるんですけど私普段から家に出る1時間以上前には絶対起きておきたくてどんなにメイクしないで出る日でもなのでねちょっと余裕を持っておきますねうんその1時間で何するかっていうとまあ余裕を持ちたいのでまあやること特にないんですけど まあ最近は寒くなってきたので左右飲んででまあ洋服着替えてえ何してるんですかねなんで1時間前に起きてんだろうでもあの急ぐのがちょっと苦手なタイプなのでいつもそうやって起きてますでもこれからはね寒くなるのでちょっと起きるのが大変になるかもしれないんですけど寝ぼしないように頑張りますあとですねマイナビニュースのの、の企画であの騎士の えー、藤田七子さんと焼肉を食べながらお話をするっていう YouTube もね公開されましたが、えー、見ていただけましたでしょうかねなんかアイドルと騎手の組み合わせってなかなかないからね普段は聞けない貴重なお話をたくさん聞かせていただきました。藤田七子さんは あの最初すごく人見知りされる方なんだなって思ってたんですけどでもあのお話ししていくにつれて慣れてくださったのか分かんないんですけどあの笑顔もね見せてくださってすごく楽しかったです。うんねなんかでも本当にやっぱりそういうスポーツとかやられてる方ってストイックにね毎日を過ごされてるんだなって思って私も感化されたというか刺激を改めて受けました。 ね、でも焼肉食べながらの企画っっていいでですすね楽しかったですさあそして今週末はですね矢吹奈子ちゃんと一緒に MMA2023 の、えー、アンバサダーに就任させていただいたということで韓国に行きますプレゼンターとしてレッドカーペットにも登場させていただきますそうですね韓国はあのー、の MMA っていうのは本当に会津の時以来なのでまたそこにね行けるっていうのすごく嬉しいですし。 韓国行ったらでも今めっちゃ寒いだろうからななんかかたいいもの食べたいですね結構日本の方は苦手とあの言われる方が多いんですけど「スんで」「スんでグく」っていうのがあるんですけど「スんで」っていうのは多分見たことあると思うんだよな豚の腸の中に春雨が入ってるちょっと集合体みたいなのがあるんですけど私あれ大好きで、ね、あのソーセージみたいな感じなんですけどそれのあったかいスープの,あのスんでグくっていうのがあるので。 ちょっとそれを食べたいなーなんて思っておりますあとは普通にお買い物もしたいですね明日午後3時からアベまで全編無料生中継されるのでぜひぜひご覧くださいあとはですね ANA さんの TikTok で私ニュージーンズのスーパーシャイを踊った動画公開されてるんですけど見ていただけましたでしょうかあのー、普通というか AKB の子とかも結構 ANA さんの TikTok の公式 チャンネルに登場させてていいただいてるんですけどみんな CA の,あのキャビンアテンダントさんの衣装を着てると思うんですけど私がなぜパイロットの衣装かと言いますとですねあの CA さんは金髪がダメだそうでそうまあでもなかなかパイロットさんでも金髪なかなかいないと思うんですけどそういうちょっとお決まりがあってですねなので以前もあの整備員の服 <laughs> みたいなのを着たんですけどやっぱりいつかはね憧れのキャビンアテンダントさんの ちょっっと衣装着ててみたいなって思いな思まあそのためには自分がねただ黒染めしろよって話なんですけど <laughs> とても楽しかったのでまだ見てない方はぜひ見てくださいそれでは東京 FM で毎週金曜日の午後6時から放送中の「アイドルチャンププレゼンツポップコーントップ10フライデー」次回12月8日の放送もお楽しみに以上 AKB48 本田ひとみでした明日のアベマ配信もお楽しみにかっくんテレビ